社自体は40周年迎えてるんですけど、今年、私たち今こう3人、まあ、課長も含めて4人空港事業部に勤めておりまして、空港事業部が平成14年に設立されてるんですね。で、平成14年で私が、就職活動してたのが、ちょうど事業部設立されて8年目、平成22年頃ですかね。なんで、まだ空港でのお仕事っていうのは、わずか8年しかやってなかったんですね。で、まあ、先ほど授業に出た方は分かると思うんですけど、まあ、当初は、手荷物の取り下ろしだったり、あとは手荷物の搬送、あとは出発の手荷物のコンテナへの組み付け、あとは、まあ、うちの会社の事業2課になるんですけど、この後松井君がやってくれると思うんですけど、説明を、まあ、貨物のお仕事だけだったんですね。まあ、その中でもこの搬送作業、こちらだけは規則に飛行機のそばに行けるということで、まあ、こちらも自分の中では大きな要因だったんですけど、で、正直言って自分の中ではその中で一番近いというか、近いことができる会社が、ここで、さらに若い会社ということは、今後さらに大きくなるにつれて、そういった事業がもしかしたら今の会社エコーに入ってくるんじゃないかなと感じて、今の会社を選んで面接を受けに来ました。で、現在ですね。